はい、皆さんこんにちは。こんにちは。RMCA 保険リスクマネジメント研究会の松本でございます。よろしくお願いします。同じく奥田でございます。よろしくお願いします。今回もですね、前回から引き続き、大道火災海上保険株式会社の松田さんに、ご出演いただいてですね、いろんなお話を伺いしていきたいというふうに思います。松田さん、よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。前回はですね、保険会社さんから見た、いい代理店さん、いい募集人さんという、こういう定義で、お話をお伺いしたんですけども、逆にその反対側ですね、いろんな募集人さんを、代理店さんを見てこられてる中ですね、多分、こういうタイプの代理店さん、募集人さんは、今後ちょっと厳しくなっていくんじゃないかなっていう、ケースっていうかですね、具体的にどうこうっていうよりも、イメージとして、こんな感じの代理店さんはもう多分、辛いんじゃないですかっていうのがこのお話を、お聞きしたいなというふうに思いますので、よろしくお願いします。やっぱり業界だけじゃなくて、日本全体、もう全てのものがもうどんどんすごいスピードで変わっていく中で、やっぱりその新しいルールであるとか新しいものについていけない、代理店さん募集人さんって、やっぱこれ結構これから厳しくなってくるなと思ったりもするんですけど、ここはまず間違いないですよね。おっしゃる通りですね。やっぱりこのルールにどれだけ柔軟に対応できるかっていうところは、今後生き延びる代理店さんの欠かせない要素だと思います。そうですよね。で、あと、よく言われている、特に損保で言えば、いわゆるその、自動運転化とか、その自動車保険、サブスクも含めた自動車保険の減少っていう、あと、世間一般で言われているその少子化と高齢化っていうところで、人口減少していくっていう中でいくと、いわゆるその、保険のマーケットとしての市場が縮小していく中で、やっぱり何らかの手を打っていかないと、生き残っていけない、こういう時代になってくるんじゃないかなと思ったりするんですけども、そのあたり、そのメーカーさんから見て、代理店募集人、そういうところですね、今後この人たち、こういうところが厳しくなるんじゃないかなというのは、あとどんなところで思われます？こういう特徴とかあります？やはり代理店さんの厳しくなるだろうなというのは、奥田さんがおっしゃってたように、新しい法体制ルール、世間が何を求めているのか、そういったところにしっかりと耳を傾けられない、傾けてはいると思うんですけど、それを実際に行動に移す、このしっかりロードマップを引くことのできない代理店さんは、なかなか厳しくなってくるんじゃないかなというのは感じます。そうですね。というのは、やはりこの、一人で経営したり、二人三人という組織化としている場合であっても、これどういったところを目指して組織化をしているのか、お互いにどうサポートする関係性なのかっていうところがしっかり詰められてないと、ただ昔でいう委託型の募集人形態のような中身になってしまうと、そのあまり組織の意味をなさないので、やっぱそこはお客さんに対してどういう経験と情報を出す、そういった組織にしていくかっていうところを意識しない代理店さんは厳しいんじゃないかなと感じます。なるほどですね。でも結構多いんじゃないですか、そういう代理店さんって実際には。そうですね。なかなかこの大先輩の代理店さんだと多いイメージも若干あります。そう、これまで培ってきた営業スタイルと。とは言いますが、やはり、この私どもでこの有料代理店さんにいてで VIP クラブっていうのがあるんですが、VIP クラブの代理店さんもしっかりとそこは大先輩の代理店さんでもこういう組織化にしたいとか、こういう役割が必要だから人を採用したいというご相談もありますので、なるほど、やっぱりそこは気持ちの差なんだろうなという感じはします。なるほどですね。あと募集人さんのレベルで、募集人さん単位で見るとどうですかね、今後厳しくなりそうな募集人さんっていう定義で言えば。そうですね、これまで この YouTube の発言ちょっとかぶっちゃうかもしれないんですが、やはりこの情報提供産業の一員として、お客様の環境でどんなリスクがあるのかっていうところをしっかりと情報で提供できない代理店さんは、厳しくなってくるんじゃないかなと。最近はこのインターネットで誰でも情報を取りやすい環境なので、そこで差別化をして情報を出せるっていうのが必要だと思います。これもちょっと僕の尊敬する代理店さんに言われたんですけど、自分たちプロ代理店が
これだけ数字持ってるのなんでだと思う。私が、そのプロが売るのと、研修生が売るのと、工場のおっちゃんが売る保険、全部値段は一緒だと。でも、自分なんかは選んでもらってるのは、やっぱそのお客さんに寄り添って、必要な情報を提供して、で、サポートしてるからだよ。それが今後というか、この代理店経営で必要なことだよっていうのを言っていただいて、まさしくおっしゃる通りだなと思いました。そこに対応できる募集人さんっていうのが必要ですし、その要素がないと厳しいと思います。で、もう一点、そういう経営というか、志にするためには、やはり自らしっかり学ぶことが好きっていうのが欠かせないと思います。誰々に聞いたから、こういう結果だったよとか、いや、去年誰々さんに聞いたよとかではなくて、やっぱり自分で原理原点をしっかりと把握して、で、新しい情報やリスクとか、若い世代とか、いろんな世代のリスクっていうのをしっかり学習して、まあ、それをしっかりお客さんにアウトプットできるっていうのが必要な募集人として欠かせない要素だと思いますので、そこが嫌いっていう方は結構厳しくなるんじゃないかなと思います。そうですね。特にやっぱりそのね、損保に関して言えば、リスクがどんどん多様化していく中で、やっぱりそのね、そこに対しての、まあ、興味というか、好奇心というか、それを持って、どんどん情報収集、勉強していかないと、なかなか、まあ、取り残されていってしまうっていう感じになりつつありますからね、今。そうですね。なるおっほしゃど。る通りだと思います。あとは、圧倒的に言えるのは多分その、生存法って共通だと思うんですけど、多分この10年ぐらいになって、まあ、いわゆるその、適正な募集といいますか、このコンプライアンスっていう、まあ、世間的にもコンプライアンスってことは言われてますけども、特にやっぱこの10年ぐらいはすごく、なんかまあ、進化したというか、正常化したというか、厳しくなったというか、この言い方も難しいですけど、まあ、金融事業としては当たり前だと思うんですけどそう、ね。当たり前だけど、まあ、それがこうなってきたっていう中でいくと、それに、ついてこれないっていうのは、まあ、そのまず今までの議論の、土俵に乗ってこないって話になってくると思うんですよね。やっぱり未だにそれね、昔ながらのその、なんか、精神でやっていらっしゃる方も、ね、たまに見かけますんでね。まあ一つね、業法改正っていうのがね、大きな節目としてあったんですけども、まあでも、まあ、そこでね、いきなり代理店経営変わるわけじゃないですからね。まあでもだいぶ浸透してきたような感じですね。そうですね。また新登に合わせて保険会社の各種業務であったり、点検だったり、手数料体系だったり、やっぱそこに向けた意識づけをできるような形で支援はしているので、まあ、そこも合わせて代理店さんもやらないといけないもんなんだなというのが定着していってるんじゃないかなとは感じます。そうですね。確かにね。まあでもこれからですね、まあ厳しくなる代理店っていうのは、やっぱりね、なんだか僕のイメージではね、独自の強みとか、なんか独自性とか、こういったものがね、意外とない代理店が多いような気がするんですけども、そういう代理店さんってどうなんですかね。そうですね、やっぱり独自の強みがないところは、競争というところでは厳しいと思うんですが、やっぱり保険って結構この遅延、欠延がついてくるので、まあ、そこにいかに、せっかく財産としてのこのご縁をたくさんお持ちの方も多いので、まあ、そこに価値をどう作っていくかっていうところを、我々メーカーも一緒に作っていくっていうのが、まあ、至上命題じゃないかな。まあ、仮にその募集人さんが辞めたとしてもお客さんは残るので、まあ、そのお客さんのリスクをどうお守りするかっていうところはまあ変わらない。まあ、そこはしっかりとご支援したいなというところですね。なるほどですね。なるほどですね。今全体的に、大同火災さんとしての、委託代理店の点数自体っていうのは、まあ、大体まあ、こう安定してる感じですか？それとも、まあ、徐々に減ってる、徐々に伸びてる、どんな感じなんですか？やはり最近、この業法改正以降は、代理店さんの統廃合というのも徐々に進んでますので、代理店数としては減ってるところですね。なるほど。まあ、代わりにその募集人数としてはあまり変わってないっていうか、登録の。そうですね。まあ、やっぱりそれも業界的にやっぱそんな感じなんですね。という感じになってます。なまあ、たるほど。だ、卒業される代理店さんも中にはいらっしゃるので、やっぱこの法改正だったり、ルール変革で、まあ、なかなか年齢的にも厳しいので、まあ、卒業して若い
代理店さんにお客さん守ってほしいっていうところもあったりする。なるほどですね。まあ、一つのお客さんへの価値提供が、まあ、そこの線引きの基準になるのかなというところを感じます。まあ、多分全国的にもそうだとは思うんですけど、いわゆるその、代理店主の高齢化みたいな感じの問題ってやっぱりあって、その、なかなか若い人が、参入してこないというか、まあ、出てこないっていう、まあ、そういう傾向があるように思うんですけど、やっぱそれはもう、やっぱり、大道さんが沖縄でもやっぱ同じですよね。そこは傾向としては同じですね。やっぱそうですね。比較的若い代理店さんは、このご縁のある親族であったり、まあ、そのお客さんの中でお仕事を探してるという人たちが来るので、全くゼロから参入というところはなかなかケースとしてはないかもしれません。そうですよね。まあ、いろんなお話をお伺いしましたけども、メーカー社員さんとして、代理店募集人に、まあ、今後生き残っていくためには、まあ、こういうことを、した方がいいよとか、こうあるべきなんじゃないのとかっていう提言があったらいただきたいんですけど、いかがですか？そうですね。まあ僕が言うのも大変恐縮なところではありますけど、もう全然大丈夫です。全然大丈夫です。もう思いっきり言ってください。やっぱりこの自ら学んで、まあ素直に新しいこの世の事象、流れを受け入れる。その中で自分の価値をどう作っていくかっていうふうに考えることが、一番今後生き延びる代理店さんで必要なんじゃないかと。まあそれさえあれば、マーケットがないとか、契約が少ないっていうところも、その紹介であったり、品質が高ければ、これ代理店さんたち一緒に合併して M&A したりとか、いろいろ出てくると思いますので、やっぱり学びと時代の流れを見るっていうところが重要だと思います。ありがとうございます。いや、なかなか、いいお、あの、お話をいただきました。今回はこれで、終了にしたいと思います。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。